皆様こんにちは。ベガトラベラーチャンネルにようこそ。今回は LCC ジェットスターに乗って福岡へ旅をいたします。シリーズタイトルはジェットスター日帰り福岡アクト4。第4回目は福岡糸島桜井二見ヶ浦。糸島の大口海岸から車で移動し、桜井二見ヶ浦を散策いたします。 Hello all over the world. Thank you for watching and welcome to the Vega Traveler channel. This time I go to Fukuoka by LCC Jetstar. The title of this series is Let's go to Fukuoka Act 4 桜井二見ヶ浦 Beach.This time, I'm going to move from Gouchi Beach to Sakurai Futamigaura Beach and walk around the beach. Let's enjoy the video. Thank you. はい、ということで今回は、この福岡の糸島、これ糸島っていうのはこの糸島半島のことで、この糸島半島の、東側は実は福岡市市内なんですね。福岡市西区。それに対して糸島半島の、西側、これはですね糸島市っていう市の名前になってます。糸島市ですね。そして今私がいるこの海岸、大口海岸は、糸島市になります。そして今日本日行く桜井二見ヶ浦、これも糸島市になります。まあ、ギリギリ糸島市っていったところですね。そして、昔は、この、福岡市の部分とそれから糸島市の部分両方合わせてこの糸島半島の部分を糸国と言っていたそうです。皆さん糸国っていうのを聞かれたことあるんじゃないでしょうか。それでは今回は大口海岸から桜井二見ヶ浦へ移動します。 Google マップで確認しましょう。はい、これは福岡の九州の北部の地図ですね。で検索をかけてみます。はい、このように糸島半島の北部、これをだいたいほぼ東の方向ですね、東からちょっと北に向いてますが、移動します。約2分といった短い道のりです。ここから、桜井二見ヶ浦に移動しまして海岸を散策いたします。はい、ということで大口海岸を離れまして桜井二見ヶ浦まで、ドライブです。短い道のりですが、桜井二見ヶ浦まで向かいます。はい、ということで、この辺り糸島半島の、辺りを古代では糸国って言っていたそうです。糸国。それで先ほど通ってきた九州大学も、この辺りのキャンパスのことを糸キャンパスというように呼んでいるようです。それで糸国っていうのはどこで出てくるかっていうと有名なのは、これ昔中国に三国志っていう歴史書がありまして、その中に魏志倭人伝といった、歴史書があったようです。その中で出てくるのが糸国です。で魏志倭人伝っていうのは、まあ、歴史書っていうことで私もその内容自体を全部は読んだことはないんですが、これなんで糸国っていうのを知っていたかっていうと、この魏志倭人伝の中にその中国から朝鮮半島を経由しておそらく昔交流があったんですね。でその交流をしていた時に、朝鮮半島を経由して、まあ、九州に来てそれから邪馬台国へ行く道のりが書いてあるといったところ、ここが非常に有名で、それで私も知っていたといったところです。それで昔書かれた本ですので、何て言うんだろう、その経路は書いてあるんだけど、邪馬台国に行く経路は書いてあるんだけど、ちょっと方角とかその距離とかっていうのは昔測ったものなんでちょっと怪しいところがあって、ちょっとなんか曖昧に書いてあるようなんですよね。それでその邪馬台国の場所っていうのが、どこかっていうのが非常に歴史上論争になっておりまして、いろんな説があるといった感じになっております。それで今回私もですねこの魏志倭人伝をちょっと見てみて経路を確認してみたんですが、私のこの解釈からすると糸国っていうのは
糸島ではなくて佐賀ではないかなっていう感じがしています。ですね、まず九州に上陸するんですけど、これ松浦国に上陸って書いてあります。これはおそらく現在の長崎県松浦市、それでそこから陸を東南方向に500里進むと糸国と書いてあります。はい、ということで、魏志倭人伝、これ倭っていうのはユダって読めますから魏志ユダ人伝ですね、魏志のユダ人の伝説、これをたどっていくとですね、この糸国っていうのはだいたい佐賀県のあたりの、町になるんではないかなっていうふうに思っています。そしてさらにこのルートからおそらく佐賀県の港から出発して南の東馬国へ行くには水耕20日と書いてあります。おそらく東馬国はこの水耕20日というところから奄美大島ではないかというふうに思っています。そしてこの東馬国、奄美大島からさらに、水耕10日あるいは陸で一月かけて、到達するのが邪馬台国ということで、おそらくこれは沖縄ではないかなって思ってます。ね、この陸行一月っていうのがちょっと、矛盾するんですが、おそらく昔は海面がですねもうちょっと低くって、陸地になっていたんではないかなっていうふうに考えています。はい、ということで邪馬台国がどこにあるかっていう動画はちょっとまた別の動画で作成してみたいと思います。今回の旅行では大口海岸から車で約2分3分ぐらいかな、無事に、桜井二見ヶ浦に到着いたしました。ここはですね、鳥居がありますが、この鳥居が桜井神社っていう神社の鳥居です。で、桜井神社というのはここにはございませんで、山の方にあります。で、その山の方にある桜井神社の鳥居がここにあると。さらにこの海岸から沖の方に約150メートル行ったところに2つの岩があります。夫婦岩と言います。これがこの桜井二見ヶ浦の名所となっているということです。で、この二見ヶ浦は伊勢にも同じような二見ヶ浦っていうのはありますよね。こことよく似ております。で、伊勢の二見ヶ浦っていうのは、ここの二見ヶ浦のこの夫婦岩の間から朝日、日が昇る時の朝日が見えるそうなんですが、こちらの二見ヶ浦はこの夫婦岩の間に日が沈むところが見えるといった、形になっているということだそうです。さあ、それではこの桜井二見ヶ浦の海岸、それから鳥居、それから夫婦岩、この辺りをちょっと散策してみたいと思います。本日は平日なんですが、結構のね数の観光客が、平日にもかかわらずいらっしゃいました。おっと、まあ、このように観光客の中には、この二見ヶ浦の海岸に、転んでスライディングをしてするというパフォーマンスを見せる観光客もいらっしゃいました。まあ、福岡空港の、駅でもそうだったんですが、福岡の女性の方はお茶目な方が多いですね。アクティブな方が多いです。はい、ということで本日は非常に晴れていて、この鳥居もしっかり見えますし、それから、夫婦岩もしっかり見えると。海もすごい綺麗です。で、観光客の方も、アクティブに活動されているということで、非常に運が良かったなと思っております。はい、ということで非常に美しい海岸で、まあ、綺麗な、夫婦岩ですとか、鳥居があるといった、綺麗な観光地となっております。皆様も一度糸島に来た際には、こちら桜井二見ヶ浦に、立ち寄ってみてはいかがでしょうか。ざわめく心の声、君はもう来ない、懐かしい横顔も
ということで車は海岸沿いの道路を東の方に向けて、糸島半島の東海岸に向かって進んでいるところです。このドライブする道非常に綺麗に整備されていて、ヤシの木もたくさんあって綺麗な道路です。で次回はですね、東海岸に行きましてヤシの木のブランコに乗りたいと思います。次回はヤシの木のブランコです。Thank you for watching the Vega Traveler channel. Could you enjoy the video enough? See you soon. Thank you.